するしない。どうも、稲太鼓です。 MJ シーズン2、残すところ早くもあと3回となりました。で、ここからまたトンプー戦の方に変更したいと思います。ビンゴね、増えるかどうか頑張りたいと思います。かわいいアイス、よろしくお願いします。いいなあの枠、かわいいな。本一曲、ドラは初、プレイヤーはなんちゃです。私なんちゃ、ドラが1枚。プレイヤーが何を引いてくるのか注目ですよね。一体どんな戦いが繰り広げられるのか。3色とかは見たいかなって手ですけど、ドラ1枚でね、プランプランですね。あんまり良くはないかな。これで一歩前進、方針が定まってきましたよね。どうしようかな。誰が一番最初に仕掛けるのか。4人麻雀の時はね、基本的にね、ゆっくりですね、私手の進め方が。あんまり目いっぱいにしない。もうみんな知ってるよね、これ見てくれてたら。魔を制する人物は一体誰なのか。あいついつも降りてんなみたいな感じだもんね。うわー、チュンチャンパイが押し寄せてきている。これで、あのね、ペイ打ったりするのが普通なんですけど、打たないんだな。一体どんなドラマが待ち受けているのか。全然やる気起きないもんね、この手。もうなんか、この曲は終わったかなみたいな感覚です。神ちゃん、マンズを連打しているね。親がね、マンズ、ちょっとダメみたいだね、嫌いみたい。神ちゃん、早くも2フロ目だ。ちょっとそういうのをふわーっと見ながら、ふわーってやります。あ、ドラ出てきたよ、こんにちは。均衡を破るのは誰だ。誰も泣かないということで、ドラ切る。今ね、ウーピン手出しちゃったけどよかった、大丈夫でした。どのように打ち回していくのか。なかなかね、リーチも来ないし、ドラも通ったし、親もなんかそんなにね、高くなさそうだし。ここでリーチだ。プレイヤーどうするんだろう。果たしてさ、この全然頑張らないです。これは下茶の現物ですよね。はい、下茶と上茶の現物です。ちょんちょん、てんしゃんてんですけど、9ピン切る気もないです。あ、負けじと動き出した。9ピン3枚目か。おお、一歩も譲らない。なんかにぎやかですね、あっちもこっちも。ツモ、おお、しもちゃん、これは強烈なツモ上がりだ。かけだ、3色だ。いいスタートを切りました。タンテも3色、まずは一歩リード。リーチかけて裏が乗ってるか、ハネマンだ。リズム、あらあらあら、お高いですね。綺麗な手ですね。ここが大事よ。ドラはチーピン、プレイヤーは親です。はい、親です。チュントイツ、現在のトップは下茶です。ウジャンテン、トップも狙える位置ですよね。さあ、ここからどう打ち回していくのか。親はね、ちょっと欲張りスタイルでいきたいなって思ってたんですけどね。手悪いですね、これは悪いですね。両面一個もないし、構図が多いとはいえ染めにくそうだし、これはね、大工事が必要ですね。膠着状態だ。とりあえずスキーにこう端っこから打って、ここから何を引いてくるか注目ですよね。どうにかこうまとまるもしくはなんか手役が見えそうなら狙いに行きましょうかね。乗ってこう。それ以外はあんまり、
で、今シュンが出ても魔王制する人物は一体誰なのか。泣かないな。あ、でもチーピン、チーピン泣きたいな。泣きやりにはしとこう。さあ、このここはスルー。さあ、このここも我慢した。他に泣くとこあんのかな。赤ウーワンとかかな。周り緊張感が漂っている。えへへ、早くも2分目だ。わー、にぎやか。しかもピンズソーズで切り方でね、自敗もあれですから。少し日向、ここはし、ここでも仕方ない。マンズじゃんみたいな、マンズ好きじゃんみたいな感じですね。各社ずっと負けじと動き出した。感動素。カミちゃん、捨て牌にチュンチャンパイが並んでいる。トイメンは赤とドラが何枚あるのかなって感じですかね。各社相手の出方を伺っているのか。シモちゃん、ソーズを連打している。ロン、やめてんだな。これは思わぬ失点。まあ、うまく打たれてしまいました。かなりあのリアリストな方ですね。あの仕掛けも入ってるし、危ないような牌は打つ気がないしってことで、リーチをかけての打点アップはしなかった。これは速攻かな。しっかりされてる方ですね。一体どんなドラマが待ち受けているのか。親がね、落ちちゃったんですけど、最短残り2局で今回手はいいので、頑張らなきゃいけない。今ね、誰が一番最初に仕掛けるのか。一通の目と急走がドラで、が静寂に包まれている。赤ウソを使いたい。ここはドラを引いた。わがままですね。じゃあウーピンかな。ひなた、あっという間にイーシャンテンだ。上がりまであと一息です。ウーソー引きが一番嬉しい。もうダイレクトに嘘が。場は膠着状態だ。次急走来たらどうすんだろうな。さあ引いた。これはね、リーチしたい。しましょう。リーチ。さあリーチだ。泣き泣き泣きあり、いらないね。あっと、ここで仕掛けていった。反論層は悪くない。ファーストを全見えで、一体どんなドラマが待ち受けているのか。お祈りタイムですね、リーチ後はね。場に緊張感が漂っている。リーズも赤ドラは十分ですからね。ひなた、上がりきること。ロン、あっ、おっと、ひなた、これは思わぬ失点。わお、もう上がっちゃったんだ。ドラ、親に打ちました。3900点。そしてリーチ棒もありますから、今の宝珠で私は一旦ラスになりました。本場ドラは9-1、プレイヤーは軽茶です。いいじゃない。最初にプレイヤーのハイパーについてどう見ますか。いいす。これは気分が楽になります。うん、楽になります。対局の模様に注目しましょう。ソーズかマンズの染め手は第1位で見たいですね、候補として。重い空気のまま場が進行している。おお、嬉しい。どっちかな、やっぱソーズかな。ドラ色ですけど、マンズ。あ、関連は止めに行きますよ。ひなた、あっという間にイーシャンテンだ。有利な街にしたいですよね。チートイズのイーシャンテンだけどね。やだなこれ、チートイ…あ、ポン。チートイズになるの嫌だな。あー、3番流れた。おー、ドラ切ってきた。すごい盛り上がる、にぎやか、はい、よし、
想像が伸びると見たんですね。伸びるというか想像が欲しいです。集めてまず、はあ、しもちゃん今度親のやる気を感じます。ちょんちょんワンズとね、各社どんな上がりの形を思い描いているのか、ピンズ泣いてて、さあポンこのひなた、ここで泣いてこうよ。ワンガン、親の現物バーソー、ね、ウッパーさ出たロン、これで2着に浮上。まあびっくり仰天、あっという間でした。ひなた、これで2着に浮上しました。ちょっとね、高くというよりも現実的な両面に取りました。さあ、おらず。178差か。この試合もいよいよオーラスを迎えています。オーラスですね。最後に見せ場を作ってほしいですね。さあ、どのような結末が待ち受けているのか。かなりね、こうマクロにも厳しそうな感じはしてるので、自然に打って、まあ、2着よしという誰が一番最初に仕掛けるのが大きいですね。さあ、この歩行はスルー。そうだな。ひなた、これで一歩前進。ここから何を引いてくるか注目ですよね。あんまり無理はしたくないな。いきなり仕掛けていった。シャアはションバイなのでね、とりあえず様子見ですか。手出しで両面並べたね、上条さん。打点によるな。場を制する人物は一体誰なのか。金図も手出し、ドラヒョウですからね。他の色がいいのかな。一体どんなドラマが待ち受けているのか。あんまり頑張りどころじゃない。でも親のリーチ来た時にね、各社どんな上がりの形を思い描いているのか、あまりよろしくないんですよね。形が64差か。2000つもはね、2着だけど、神ちゃん早くも2風呂目だ。それ以上はもうダメですから。ひなた、これでリャンチャン店、ここからが腕の見せ所ですよね。3900も売ってないし。あらあらあら、神ちゃん、またも想像を仕掛けた。リーチ、おっと、ここでリーチだ。プレイヤー行くのかな。果たして追いつくことができるのか。これは華麗な打ち回し。しびれる。どうしようかな。先ほど神茶が通した牌ですよね。これは先ほど切ったばかりの牌。山越とかやめて。ここは一歩後退。もうちょっと受けてます。戦えません。少し場が落ち着いてきたか。純ちゃんパイが押し寄せてきている。ここは合わせた。このまま静かに場が進行していくのか。これは下茶の現物ですよね。これね、なんでね、こんなね考えてるかっていうと、落ち着いてます。本当に落ち着いてます。なんかもうね、ペースに今置いてかれ始めてるっていう。同窓通ったけど今親が止まったな。誰が上がりを勝ち取ることになるのか。何にも言ってんわ。何は安牌ですか。うまい切れ、チーピン、現物、わあ積もった。下茶、いやー積も上がり、まあ、早いテンポはね、かなりきついですね、降りるのが。うらうらとどめのうらうら。ハネマン、私じゃない方がハネマン。というわけで今回の対局終了。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで今回は2着でした。
はい、2着ということは4人だから4回跳ね間以上ないからね、4回ですね、4回。はぁ、怖かった。行きましょう。ビンゴ増えるかな。1、2、3、4、来ました。まず1個目17番、ありません。次8番、ある、あるけど1増えない。次、よいしょ。次は55番、いらっしゃいません。最後は43番、いました。ここだ、下、ビンゴ増えた。次リーチ増えた。うわ、すごい、見て見て、4列目、4ビンゴ達成。残り枠5枠となりました。いや、よかった、1個空いた、よかった。あ、2個か、2個空いた、よかったよかった。ふぅ、あと2回、さらにビンゴはできるのかな、どうなのかな。4と32、58、24。というわけで、今回も動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。Twitter もフォローしてください。では次回も見てね。バイバーイ。